カタールで開催中のサッカーアジア杯は31日、決勝トーナメント1回戦が行われ、1次リーグ D 組2位通過となった日本代表、世界ランク17位が E 組1位のバーレーン代表、同86位、231で勝利。決勝 T 初戦突破は2大会連続7度目となり、8強進出を決めた。 2月3日の準々決勝ではイランシリア戦の勝者と対戦することになった。今大会初めてベンチ入りした MF 三オル26イコールブライトン、が、後半23分に今大会初出場を果たした。リーチと1点差に詰め寄られた後半23分、森安監督が動く。久保と中村に代えて南野と三マを投入した。 とまが今大会初出場でピッチに入ると嫌なムードが一変。そしてその4分後となる後半27分に上田が右足を振り抜きこの試合3点目、自身今大会4発目となる大きな大きなゴールを決めた。試合の流れを変えた今大会初出場。とまはアディショナルタイムを含めて約32分間の久々の代表戦ピッチを振り返り、 少ないチャンスの中で、一つ一つのプレーが大事になってくる。結果を残したい気持ち、やりきりたい気持ちがあった、と、普段習ためや時間を作る場面でも、意図的にゴールに向かっていったと明かし、ドリブルのフィーリングだったり、芝の感触だったりを確かめることはできた。次の試合に向けてはいい準備になった、とコンディション面で問題がなかったと語った。 試合後、森安監督は三笘の32分間のプレーに対して、おおよそ想定していたプレー時間、と語り、だいたい残り後半の半分ぐらい、65分から70分ぐらいからプレーしてもらい、プラスアディショナルタイムも含めて、30分から40分ぐらいのプレーかなという風に思っていました、とプランを明かした。仮に延長に行った場合は、 ミトマを交代させるために、もう一枠使わなければならない。同監督は、そこはプレイしてもらえるときはしててもらう。そうでなければ交代するというところは考えていましたけど、結論的に言うと、大体想定していたあの時間でプレーしてもらえたのは、良かったかなと思います。と、様々なプランを練っていたことも明かした。その上で、選手たちが頑張ってくれたおかげで、 香るだけではないですけど、より、ゲームをコントロールして戦える点差にしてもらえたのは、選手たちの頑張りは素晴らしかったなと思います。と称えていた。